皆様こんにちは。今日は私のお泊まりポーチの中身紹介、夏バージョンで紹介していきたいと思います。こちらのポーチなんですけど、こう夏なのでベースメイクに特に力を入れているので、ちょっと量が多いんですけど、私のお気に入りの毎日コスメが詰まっているので、一つ一つ紹介していきたいと思います。まずこちらのポーチはアフタヌーンティーで購入をしたポーチになります。すごくたくさん入るので、結構お泊まりとかにはこのポーチを使っています。で、開けるとここが主に主のポーチになっていて、でここにポケットと、とここにチャック付きのポケットがあります。で、ここはペリペリってこう剥がせたりして、こう別で使うこともできるので、とっても便利なポーチです。では早速紹介していきたいと思います。まず下地ですね。夏の下地は最近購入したんですけど、こちらです。ランコムの UV エクスペールトーンアップ日焼け止め用乳液 SPF50 プラス PA4 プラスのものになります。こちらは日焼け止めも入っていて、こう下地代わりにもなるものなので、最近下地はこれ1本で済ませています。これはトーンアップのものなので、色はこんな感じで白いんですけど、こう塗ってなじませると、こう肌をパッと明るく見せてくれて、本当にトーンアップしてくれるものになります。で、 SPF も50入っていて、こうしっかり日焼け止めとしての役割をしてくれるので、夏はこれを使っています。で、ファンデーションはこちらです。これも最近購入したもので、タンイドルウルトラウェアリキッド PO03 番のファンデーションになります。私は夏用のファンデーションが欲しくて、こういろいろ調べて、このランコムのファンデーションがいいと聞いたので、こちらをタッチアップして、本当に良かったのでこちらを買いました。これは本当に厚塗り感が出ない上に、スーッと肌にピタッと密着してくれて、こう素肌感を残しつつカバー力をしてくれるファンデーションです。で、私はこれとランコムのこのスポンジを使っているんですけど、これが本当に良くて、こちら2つ合わせて使用しています。使い方としては、これをちょっと手に取って、そこから頬にポンポンポンと3点ぐらい置いて、で、このファンデーションのこの側面で伸ばして、で、この表面で叩き込むっていう感じで使っているんですけど、もう本当に綺麗にカバーしてくれるのに厚塗り感が出なくて、とってもいいです。で、なおかつ崩れにくいので、本当にこの夏は毎日使っています。このリニューアルしたファンデーションが本当に崩れにくくて、口コミもいいみたいなのでおすすめです。そしてカバーできなかった部分を、こちらのザーセムのコンシーラー、私は01番の明るい色を使っているんですけど、こちらでカバーをしています。これは本当にカバー力が高いので、ちょっとの方がいいです。結構出しすぎると厚塗り感が出てしまって、なじませるのが大変なので、私は少量でポンポンポンと手で叩き込んでカバーをしています。
そしてパウダーも最近購入したものなんですけど、こちらですね、エレガンスのラプードルオートニュアンスというものです。これはツヤが出るタイプを選んで購入をしたんですけど、こんな感じのカラフルなパウダーになっています。これはちょっとお値段が高いんですけど、まあ、この時期本当に皮脂崩れとか防いでくれるパウダーで、でなおかつこちらも厚塗り感が出ないのに肌をこう綺麗に見せてくれるパウダーです。毛穴とかも綺麗にカバーしてくれて、陶器肌に見せてくれるパウダーだなって思いました。私は持ち歩けるようにこちらのサイズを購入しました。私の最近のベースメイクはこちらの4点が多いです。長時間出かけるときは必ずこちらですね。次にアイブロウ系はこちらの2点です。パウダー系はこのジル・スチュワートのブロワのノーズシャドウパウダー、私は03番を使っています。私はこちらで眉毛とノーズシャドウを完成させちゃいます。でマスカラはこのスイーツスイーツのシフォンカラーブロー02番を使っています。私は今髪の毛が明るいのでこんな感じで明るいカラーを使っています。アイシャドウを塗る前に使うのがこちらです。キャンメイクのラスティングマルチアイベース、こちらを使っています。これは透明のベースなんですけど、こんな感じでアイシャドウによってはこちら使わない時もあるんですけど、夏は特にこうアイシャドウの持ちとか発色を良くするためにこちらを使うようにしています。アイシャドウはこちらです。最近このビセリセのグロッシーリッチアイズ BR1 番がお気に入りで、このカラーを使っています。ブラウン系なんですけど、ちょっと明るめのブラウンなので夏にもぴったりでこちらを使っています。で最近チークをオレンジ使っているので、オレンジチークにもこのアイシャドウはぴったりなので気に入って使っています。でラメ感もすごく綺麗でお気に入りです。でこれだけでも十分キラッとするんですけど、こちらの上にさらにこのジェリーアイカラーの16番をのせます。このジェリーカラーのラメ感がすごく綺麗なんですよ。もう何度も紹介していると思うんですけど、こんな感じでうるっと目元を見せてくれて、こうパッと目元がキラキラとなるので、はい、こちらをさらに重ねています。結構夏はラメがキラッとしたメイクが好きなので、よくこのジェリーアイカラーは使っています。はい、アイシャドウはこんな感じで、次アイライナーですね。アイライナーはこちらです。とこれはブルームボックスに入っていたもので、最近開けたものなんですよね。とナチュラルコスメリックスリキッドブラウンというものです。すごく色味が柔らかくて、で筆も柔らかいのですごく描きやすいです。はい、アイライナーはこちらです。そして最近もう一つ使っているお気に入りのものがあるんですけど、こちらラスティングシークレットティントライナー、 Kパレットから出ている二重まぶた用ライナーというものです。細いものなんですけど、こう二重のラインをくっきり見せるために描いたりとか、私は二重ってよりはと涙袋、
涙袋を作るときに薄く描いています。すごく色味がこんな感じでナチュラルですし、こう細いのでとってもナチュラルに仕上がるので、すごくおすすめです。ケイトからも出ていると思うんですけど、私はこの細さがナチュラルに仕上がるのでお気に入りです。で、次にビューラー。ビューラーはもう10年ぐらい使っている、このもうどこで買ったか忘れちゃったビューラーです。そしてマスカラはこちらです。マスカラはもう最近はずっとジルスチュアートのものを使っています。これはブルーミングカールラッシュマスカラというもので、試供品サイズのものなんですけど、すごく使いやすいサイズ感で、はい、こちらを使っています。ジルスチュアートのマスカラって香りもいいですし、綺麗にセパレートしてくれるのでお気に入りです。次にチークです。チークはこちらです。これも大好きなジルスチュアートです。ミックスブラッシュコンパクトモアカラーズの27番です。先ほども言ったように、夏はオレンジ系のチークが好きなので、こういったオレンジ系のチークを使っています。ちょっとコーラル系に仕上がって、すごく可愛いチークです。そして次にハイライトなんですけど、ハイライトは最近こちらです。有名なマックのミネライズスキンフィニッシュライトスカペードです。こんな感じのマーブルのハイライトなんですけど、これはこうギラっていうよりは本当にナチュラルなツヤ感で、スルッとしたようなそんな肌に見せてくれるので、すごくお気に入りです。最近こちらも購入したものになるんですけど、買ってからもう毎日こちらを使っています。一応こういったブラシも入れているんですけど、家では違うブラシを使っているんですが、持ち歩きにはこういったハイライト用のブラシを使っています。で、次にリップですね。リップはまず下地に使うのがこちらです。ジルスチュアートのマイリップスになります。見た目は全然色がついていないんですけど、こう塗ると徐々にほんのりピンクになってくるリップです。これはよく下地に使っているんですけど、保湿力もあって色が可愛いのでお気に入りです。で、下地にこちらを使ってから、最近よく使うのがこちらもジルスチュアートで、こんな感じのコーラル系ですね。こんな感じの色味なんですけど、このカラーはオレンジチークにすごく合うので、最近こういったコーラル系のものを使っています。あとはこちらですね。本当にオレンジって感じのイブサンローランのボリュプテティントインバーム8番です。こちらのカラーですね。これは下地なしでもとても可愛く発色してくれるオレンジ系のティントになります。こちらはちょっとピンクみがかってるんですけど、これは赤がかったオレンジですごく可愛いです。こんな感じで私のお泊まりコスメのポーチは以上になります。こう夏なのでベースはしっかりしたいなと思って、結構持ち歩いているものは多いかもしれないです。また冬になったらファンデーションとか変わると思うので、その時にご紹介できたらいいなと思っています。はい、では今日の動画はこちらで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。